ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。どうも皆さん、私ヨーロッパ企画で俳優をやっております長野宗則です。 KBS 京都、RNC ラジオ、CBC ラジオ、ラブ FM お聞きの皆様、お元気でしょうか。今週もどうぞよろしくお願いいたします。お便りが届いておりますので、こちら読ませていただきます。ラジオネームミトンさんですね。長野さん、スバルウェブ動画見ました。ワイルドになって卒業してましたね。長野さんが運転してるだけで新鮮でしたね。まあそうなんですよ、スバルのね、車のね、あのちょっとウェブ CM を やらせてもらって、その感想でございますね。で、ミトンさん、私事でございますが、最近断捨離してた時、同級生の友達にもらった20歳の誕生日プレゼントの DVD が出てきまして、忘れてたんですけど、うわー懐かしいとなりました。その DVD はコマ撮りアニメーションの2分ぐらいのもので、見返すとあのもらった時より感動しているんじゃないかってくらい泣いちゃいました。はあ、宝物ですし、10年経った今、その友達とは遠く離れてても1年に1度は会ってる親友です。昔もらったプレゼントとかで今でも心に残っているものとかあったりしますかっていうお便りです。ありがとうございます。うわ、涙したほどのプレゼントってあったっけな。けど僕やっぱ未だにプレゼントって聞いて思い出すのはサンバルカンの超合金やな。サンバルカンって戦隊ものがあったんですけど、それのなんかね、あの要塞の超合金なんですよ。なんかサメみたいな、クジラみたいなね、あの要塞の超合金なんですけどね、それを抱えてお母さんが団地を駆け上がってくる風景とセットで、ちょっとジンとくるプレゼントだなっていう思い出です。じゃあ、まあ、今週も来ていますマンスリーゲストの本田くんにも、聞いてみましょうかね。昔もらったプレゼントとかで今でも心に残っているものあったりしますか。どうも本田くん。どうも、ヨーロッパ企画の本田力です。よろしくお願いします。僕パッと思いついたのは、ほんま何年か前に日本橋で公演やってる時に、多分誕生日になった時に、なんかメンバーの、メンバーだから、渋沢知らずオーケストラの DVD をパッとなんか、みんながその買いに行ってくれてパッと渡してくれたのが、こんなんしてくれんにゃみたいなんで、すげえ。でも公演中ってその忙しいからあんま余裕ないし、そのね、全体でなんかケーキとかはやってくださいますけど、なんかこうそういうのがパッとサプライズみたいなのがすごい嬉しかったですね。しかも本田君のちゃんツボを押さえたセレクトっていう、その当時すごい興味あってたんで、はい。でも、ね、逆にあげたんで思い出したんですけど、今コマ撮りアニメの話聞いてて、CD 焼いて、20歳の誕生日の人に19歳の君へっていう CD と20歳の君へっていうなんか曲を自分で、自分の曲じゃないですよ、セレクトして CD に焼いて渡したんは送ったの覚えてます。僕も本田くんのセレクト CD もらった。あ、やった。あ、長野さんにやったんか。僕の時は29歳までの自分に捧げる CD と、30歳からの僕に捧げる CD コンピレーション。マジですか。やっぱりサンバルカンには勝てない、ね、サンバルカンを出してしまいましたけど。あー、もらったわ。けどそれで好きにね、なったアーティストいました。なったアーティスト、僕中谷美紀さんの曲が入ってたんですけど。中谷美紀さんの曲入れてたんですよ。入れてたんですよ。いい曲がありますよね。いいよね、歌手として坂本龍一さんの、プロデュースでやってました。良かったんですよね。あ、さすが本田君、やっぱいいですね。本田君ね、3月に舞台やるでしょ。舞台ね。あ、舞台。僕舞台って言ってね、舞踏のそのね、話を聞きたいんですよ。タイトル、あ、そのユニット名があるじゃないですか。南鳥島ロランシー曲っていう、
これ何、本田君が新しく加入したユニットってこと？違うんですよ、あの作演出の藤原さんって、はい、藤原康弘さんっていう、うん、っていう方がやられ、うんうん、新しくやられて、昔、うん、小さなもう一つの場所っていう別役みのるの、はいはい、短編を、うん、短編じゃないや、二人芝居とかそういうのをやられ、よくやられてたんですけど、うんうん、まあ、藤原さんのユニットですね、うんうんうん、それで鉱石っていう芝居をやってるんですけども、まあ、ちょっと近未来の出町柳を舞台にした、あ、京都に目指した話なんだ、はいはい、チラシがあるんですけど、チラシは叡山電車ですね、これ映ってるの、あ、はい、あー確かにそうだ、はい、うん、うんうんうん、まあ、そこを舞台に、うん、まあ、すごい未来の話で、うん、そこにいる2人の男と、うん、あ、3人の男と1人そこに帰ってきた男みたいな、うんうんうん、まあまあ、なんか男4人の、うん、まあ、そういうお芝居になってますね、うん、鉱石とか、これはもう藤原さん、代表の藤原さんのオリジナルのシナリオ、あ、そうですそうです、うん、はい、鉱石についてちょっと出てきたりとか、うん、はい、たりとかもありますし、うん、近未来のしかも出町柳ってかなりスポットをギュッとね、はい、抑えた、そうなんですよ、うん、だからね、うん、出町柳経由でアトリエ劇系来てもらえたら、うん、また来方がちょっと分かんないんですけど、あ、そのルートはねルートは歩くしか思いつかないんですけど、ま、そうね、観劇後か観劇前か、はい、またね行ってもらえる、うん、観光兼ねてね、はい、出町柳ということでですね、今週はあのカモメンタルさんがゲストで、あのインタビューに行ってきたんでしょ、はい、そのインタビューを聞いてください、どうぞ。はい、ということでカモメンタルさんが京都にお越しいただいております、どうもこんにちは。どうも、カモメンタルの牧尾祐介です。岩崎大ですお願いします。よろしくお願いします。いや、京都結構何日間か今滞在されてますよね。で2日目です、ね、2日目、はい、で牧尾さんは、はい、あのどこに泊まられてるんでしたっけ。あのヨーロッパハウス の、 あの1階 の、 あの、はい、和室に和室にいただいてます。はい、で居心地いや、すっごいぐっすり寝ますね。そうですか、快適にお過ごしいただいて。快適です、本当に、はい、もうありがたいです。毎回宇大さんは、僕は石田さんの家に、あのヨーロッパ企画の石田豪太さんの。大丈夫です、歯ぎしりとかすごいですよ彼。あ、もう僕先に寝てるんで大丈夫です。気にならないですに、はい、うん、で京都でなんかね、僕は必ず石田さんの家に泊まってますから、もうこっちに関西に来た際は、はい、薄いコーヒーを出されるでおなじみのね、石田さん家ですよね。もう出さなくなった。あ、そうなんだ。俺が一回言ったから、たまたまなんかね、コーヒーに一回ハマってた時期に、うん、滞在した時に、うん、どっち、え、石田くんがコーヒーに、はい、石田さんが、で、うん、コーヒー飲みましょうよって、うん、こんな夜にコーヒー飲んだと思ってカフェインをね摂取して、そしたらなんか、うん、最近ハマってるんですよって言って、うん、出してくれたのが薄い大量のコーヒー、まあ、夜だから気使ったんなら薄い小さいコーヒーだったらまだ、夜だからっていうことでカフェイン少ない方がいいからっていうことは意味わかるんですよ、うんうんうん、薄い大量のコーヒー大量でかいマグカップマグカップに並々つかれた薄いコーヒーだったんで、これちょっと自分の中で落とし込めなくて、なんだろうこれは落とし込めなくて時間帯とかいろんな問いかかりますもんね。でもまあ止めてもらう身なので、うん、まあうまいって言いながら飲みました。全部飲み干して、全部飲み干して、うん、今回はそういう変わった接待はなく、ここはすんなりなかったですね、はい、で京都で結構イベントご出演いただいて、ハイタン街で、ハイタン街で出させていただきました。割と京都の一番ディープな、ね、その、まあ、園芸というか、はいはい、ね、シーンにちょっと足を突っ込んで、いや面白かったですね。面白かったですよ。僕らなんかゲストコメンテーターみたいな感じで、はい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 、皆さんの演目を見させていただいたんですけど、うんうんうん、やっぱだってあの日限りのみんなネタというか演目をあんなに大勢でやってるっていうのはやっぱかなりエネルギッシュなことですよね。僕もうお客さんとして、ね、見るとやっぱ、はい、結構その圧にやられてぐったりして帰るっていうぐらい結構カロリーをこっちも見る側も、うん、か全部濃厚ですよね。濃厚でしたね、うん、僕らでもオープニングでネタも やらせてもらって、そうなんですよ。どうでした、京都 の、 そのお客さんの反応みたいな。いやでもすごいあったかくてやりやすかったですよね。やりやすかったです、はい、なんかすごいハイタウン街でもすごい盛り上がってましたよね。だからよかったです。カモメンテナさんまさか来てもらえるとはっていう感じでしたけど。いやいやいや、うん、そんなことないですと、うん、楽しく、まあ、僕らもその今度その単独ライブを、ね、だから大阪、うん、
広島名古屋とかでやるんで、うん、そうこういうの出させてもらって、うん、なんかそのね少しでも宣伝活動っていうか、うん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 、まあちょっと知ってもらうっていうのはありがたいんで、うんうん、はい、どうですかその新作の単独公演なんですけど、はいはいはい、なのに、うん、ハードボイルド、ハードボイルド、うん、え、なのにハンドボールじゃないですか、ハードボイルド、ハードボイルドですね、ハードボイルド、僕なんて言ってましたね、いやなんかハンドボイルド、ハンドボイルド、ハンドタオルみたいな、ちょっと訛りがきつかったんですよ僕の、手を茹でたみたいな感じですか、ハンドボイルド、ハードボイルドですよね、はい、うん、で どういう公演になるとかなんか今の段階で、ね、おしゃべりいただけることを聞きたいなと、はい、今回もヨーロッパ比較の上田誠さんが、はい、構成協力に入ってくださいまして、はい、実は1年前にやった単独ライブから入ってくださってまして、うん、その流れを継いで、うんうんうん、それでいろいろアドバイス中のコントに対するアドバイスはもちろんその構成協力という形なんで、うん、全体のこうなんかこう軸となる、うん、僕らコントなんで、うん、コントライブなんでオムニバスのコントやるんですけど、まあ、その中にも軸が通っててなんか全体の中でパッケージでなのにハードボイルドっていうのがなんとなく意味を持ってくる、タイトルが意味を持ってくるっていうのが大体僕らの単独ライブのスタイルなんですけど、なんかまあそれが上田さんが入ったことによりよりなんか洗練されたようになってると思うんですよね僕は。どういうふうに作っていってるんですか、その上田も交えてっていう。僕がネタを書いて上田さんに1回送ってで打ち合わせして、なんかここかにこういうボケ方がありそうじゃないですかとか言ってもらったりとか、あとはそうですね、出てるネタを見てこういうネタが他にもあったらライブ全体のバランスとして美しいんじゃないかとか、なんかそんな感じとかで全体の見栄えとかそういうとか。そうですね、マキオさんそこのディスカッションには僕は参加しないですね、参加せずにアクターとしてっていう、アクターとしてですね、だからなんで気取った気取った感じで、なんか一回も前回は1回目の上田さんと打ち合わせするとき僕も参加させてもらってたんですけど、今回はもう僕は呼ばれてなかったですね、1回目から。前回も1回目は最初呼んでもらって、で2回目以降はもう上田さんと宇大さんでずっとやってて、前回の1回目はまあ見学させてあげたんですけど、見学だったね、数少ないねメンバーですよ、カモメンタルさん、見学させてあげたんですけど、まあちょっと見学の立場、見学はねやっぱ余裕があるときは見学させてあげられますけど、こっちも余裕がないときはやっぱ見学させてあげられないんでごめんねっていう、出来上がった本だけを見て、へえって感じですね。まあまあそういう目線があった方が、まあね、こっちはこっちで2人でその上田さんとやってて、またさらにこうできたものを見せたときにのリアクションがあるじゃないですか。やっぱ3人で作っちゃうとまた分かんなくなっちゃうんで、マキオさん的にそうやりごたえのあるこの役みたいなちょっとあります、うんうん、あそうですねありますね、うん、まあ、うん、でも僕のや、うん、その普段の人間性を、うん、まあ、ちょっと誇張したような役だったりとか、まああとは全然ちょっと違う世界っていうか、うん、まあ僕とは全然違う人物ですけど、でもすごい魅力的なキャラクターみたいなのもあるし、うん、あ、まあ、その辺は、まあ、宇大さんが割と当て書きしてるそうですねってことですね、はい、うん、もうなんかそういう、うん、あんまり僕らはもうなんていうかもうなんていうのかな、あんまりかけ離れて、はい、できなそうなのはもう手伸ばすのやめようっていうスタイルにもなってるんで、もうやれる範囲でやった方がやっぱと、いや得意なことを伸ばすっていうのをやっぱり絶対そっちの方が得だろうなと思って、はい、それでも追っつかないぐらいいっぱい多分世の中にいろんなキャラが存在してると思うんで、その方 なのでできなそうだったらすぐ、うん、書き換えるみたいな感じでやってますね最近も、うん、はい、最後に、はい、公演を見に来るお客様に何か一言ずついただけますか、うん、はい、はい、そうですね、まあ、うん、毎回単独ライブやるごとに、あ、今回が一番いい出来だったと思う、うん、はい、思えるようなライブやってこれてると思うんで、今回も間違いなく今までで最高傑作になる予感がしております。それはもう何ではなんですか。いやもう本当にだから見ていただきたいですね、うん、だから、うん、まあ、だから特に
その今のコメントとかも多分俺が去年の単独で言ったやつとかですよ。なんかいやそういう俺の言ってるようなことを、うん、まあ今言ってますね。いや目が泳いだのは僕目撃してたんですよ今聞きながら。コメント聞きながらなんか自分の体に落ちてない言葉なのかっていう思い出しながら、ね、俺のもの隣に持ち主がいる近いところで。でもね、あとそうだ広島とか、まあ、僕出身地だったりするんで広島の皆さんとか、うん、まあ、あと、まあ、大阪の方もそうですけど、そういう自分の言葉で喋ってごらん。名古屋のがなんか、まあ、年に1回しかやっぱ僕らこう地方回る機会ないんで、はい、東京ではいっぱいお笑いライブやってますけれども、うんうんうん、ぜひ皆さんにお会いしたいと思いますね、はいはい、ぜひ見に来てください。ありがとうございます。はい、いやもう本当にみんなのもう笑い顔が容易に想像ついてるんで、全部畳からの、うん、もうぜひもう来てください。はい、はい、もう俺らが最強だっていうのを証明するレスラーがそういうね発言するのは分かるんですけど、珍しいパターンですねお笑いの方は。どうも今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、聞いていただきましたカモメンタルさんのインタビューでございました。ぜひぜひ公演の方見に行きましょう皆さんね。よろしくお願いします。ということで、これからは、当番組のメインコンテンツでありますラジオドラマの方に参ります。今月はですね2月に聞いてみたいラジオコントということで、丸山交通公演君に、書き下ろししてもらってます。ということで、タイトルがですねウルード氏というラジオコントになってますんで、ぜひこれじゃあじっくり味わって聞いてください。今年のね2月でしかねなかなか聞けない、ね、そうそうそう、ふさわしい最終話にふさわしいコントでございます。では開演いたします。遅なってすまんな。遅いだもう止め吉。すまんて十三、話進んどるんか。いやもうちゃうんじゃ、4年前に何をしたか覚えとらんけもう困っとるんじゃ。4年前け、うん、4年前なんじゃったかな。お前も覚えとらんのけ。覚えとりゃせんでしょ4年前みたいなもん。たけしお前は寝とりますわ、うん、おいたけしさん起き起きや。しゃあないの。うん、あきよ。その湯飲み貸せや。どないするんですかそれ。ええから、おい。たけし、起きや。にゃー、なんじゃ、何しよろ。踊れが匂るから起こしたんじゃ。濡れたがな、またヘルパーに叱られるがな。起きよ、お前。話せんと。何の話や。今年の田中さんへの誕生日サプライズじゃが。ああ、田中さんへのお誕生日サプライズか。そう、お誕生日サプライズじゃ。4年に1回のことじゃけ、考えてやらんと。田中さんはいくつでしたかの今年。確か 22? いや、なんせ4年に1回なんでね、体は88歳の体ですわ。はあ、まあせやさきえな、考えてやらんと。去年と一緒のことはできんしの。去年は何やったんやったかの。覚えとらんのじゃ。あれかいの、ハッピーバースデー言うて2000個くらいクラッカー鳴らしたら心臓発作起こして救急車呼ばんならんようになったやつかいの。いや、あれは去年の文平さんのお誕生日サプライズやないですか。あ、そうか、文平か。病院から帰ってきて文平さん。ああ、そうやそうやそうや、恥ずかしながら帰ってきました言うてな、みんなで笑うとんや。ああ、そうじゃそうじゃ。サプライズで殺されたらからば言うてのあ、いやいやいや、いかんかんいかん、笑うたら腰がたたん。痛い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 。お前何をしとるのも情けないよ。若い子やりすぎなんじゃて。何お前たけし、バカにしよるんか。いや、しよらんて。やめましょうや、揉めるんは。分かってるからな、話をしよう話を。いや、しゃあけども、
大行なお誕生日サプライズやったはずじゃで。文平さんは1年に1回じゃけあれくらいやけど、田中さんは4年に1回、予算も4倍じゃけ。もうえんとちゃうか。何がよ。いや、わしらがよ、覚えとらんのやったら田中さんも覚えとらんって、何しても驚いてくれるんと違うか。そらまあそうかもしれませんですわ。まああんまり前にやったことは気にせんとな。せやな、あんまり気にせんと考えるかいの。いや、4年前もこないなこと言ってたような気がするの。まあええやないですか、物覚え悪なるでしゃあないですわ。ほざらば何する、コンパニオン呼ぶか。コンパニオン、コンパニオンを。いや、あんた毎年コンパニオン呼びたがるの、どうするん。コンパニオン呼んで。それはお前のたけしね。ああ、じーっと見るんじゃが、じーっと見とるとな、こう体の奥の方に少しだけ熱いものがまだうごめいとるような気持ちになってな、そりゃもうドキドキするもんじゃで。おお、たけしは文学やの。にゃ、何を気色悪いこと言うてるんですか。もっとあるでしょ、もっと田中さんが喜ぶようなことしましょう。あ、田中さんが喜ぶことの。そうそうそう、あの田中さんね、ふさえさんのこと好きらしいですね。ほう、これどうにかできんもんですかね。お、それはいいかもしれんな。ふさえさんとなんかどないしたら嬉しいもんかな。あんな、あれや。何や、たけし。田中さんの入れ歯と房江さんの入れ歯を入れ替えてやるいうんはどうやろかいな。たけしよ、お前ほんまに気色の悪い男やの。そんな他人の入れ歯みたいなもん。どんな感じになるんでしょうな、入れ歯を入れ替えるっちゅうと。おい、そんなこと考えないや。ちょっとやってみるか。何を言うとるんちゅうぞ。やってみようや、たけし。ん？お前入れ歯外せえや。お、お、うん、うん。いや、やめやめやめ、汚い汚い。うわな、何やこれ、お前気色悪い。たけし、お前ちゃんとお前磨いとるか、お前。ものすごくくせえぞ、これ。十三さんの入れ歯もくせえわ。ああ、もうね、悪くなってきた。おやめてくれ、十三さん、うつるうつる。やめやめ、もう、二人とも。やめるやめるやめる、言われんでもやめる。こんな危ないことないぞ。入れ歯入れ替えて、おや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 、えずいて孫に見られたらとても生きとれんぞ。孫に見とってもらえるんやったら死んでもええけどな。そういう話知ってるんやないや、たけし。しかしどないしますかね、お誕生日サプライズ。なんや、ないかな。まあ家族の皆さん招いてここで大パーティーするいうんがやっぱり一番ええんとちゃいますかね。真面目やの、秋代。やっぱり家族と過ごしたいと思うんですわ。それがええ。せやの、まあ、あれや、ただパーティーしてもしゃあないさがいの。コンパニオン呼ぼう。あ、せやからええねん、コンパニオンは。気色悪い。ちゃうがな。なんやな、わしらで余興やろうや、余興。4人でコントなどするかいの。コント？ええがな、コント。どないなコントがええですかね。ヒップホッパーを目指そう言うて父親にならせてくれ、ヒップホップしたいんじゃちゅうたら父親にいかんいかん、ヒップホップでは食うていけん言うて叱られて、わかった、こしたら相撲で勝負じゃ、相撲で勝ったらヒップホッパーになったらええちゅうて相撲で決着つける。子供が父親を超えていくその瞬間に焦点を当てたコントにしようや。なあたけし、急に浮気出とるかな。たけしよ、文学やの。いや、ええんやないですか。あ、面白い思うわ。それでいくか。ほな、たけし、脚本頼むわ。任しといてくれ。よっしゃ、ほなわし、あれや、セットを作るで、予算もあるしの。お、さすが元大工。任しといたらんかい。ほな、父親役は秋代、息子は留吉でいこや。わかりました、一生懸命愛務めさせていただきます。わしはヒップホッパー志望の役か。そうじゃ、陰を踏んでもらうでの。勉強せんならんの、ヒップホップか。人生は一生勉強やの。ええがな、生活に針が出るいうもんじゃが。そしたらばええコントになるように頑張っていこうやないの。みなコントやさかいな、どんどんボケていってもらうでな。いや、この年になってボケてええ言われるとね、不思議な気持ちですな。
せやの。いやー楽しいの。まあの4年に一度のことやさけな。次あるんかの。ん？いやいや何でもない。そうか。うん、面白いことできたらええの。いやそれやがな、それだけ考えるで。それがええ、それがええわ。ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。はい、聞いていただきました。丸山交通公園くん脚本のうるう年でございました。キャストの紹介します。留吉役本田力、十三役私長野宗則、武志役土佐和成、そして秋夫役坂井義文と、まあ、ヨーロッパ企画のオールキャストでお送りいたしました。いや、いつまでたってもサプライズやりたいですね、こんな年とっても。本当やな、うん、今日なんかお誕生日でちょうどいいですね。お便りもお誕生日のお便りいただいて、綺麗、ね、に綺麗に、うん、パッケージされて初めてですよ、はい、こんなのね、うん、長尾さんの今月の誕生日は素通りでしたけど、はい、いやなんかあるかと僕いよいよ思ったけどね、うん、先々週はね、うん、なんかされるかなみたいな言ったけど、スルーとはまさかの、はい、ハッピーバースデー、はい、ロラン新曲のチラシいただきましたありがとうございます、はい、見に行かせていただきます本田君出演の舞台ですね、はい、はい、そして、シュワシュワやしょ、なんかバスデー持ってるから、はい、告知、そうですね、カモメンタルさんがね、単独ライブ大阪の方来ます、こちらヘップホール、日時が3月5日の土曜日18時半開演、これ1回だけの公演なんですかね、ヘップホールです、こちらぜひぜひ見に行ってください、単独ライブなのにハードボイルドというタイトルでございます。すっごい面白いんでね、カモメンタルさんのコント面白かった、ね、前回見させて、やっぱ生で見ると全然違います ね、うん、違うまたね、うん、そして、まあ、本田くんの先ほどチラシ僕もらった公演が、3月18日金曜日から3月20日日曜日、鉱石というタイトルですね、はい、京都のアトリエ月見という会場で行われます、はい、こちらもぜひぜひ見に来てください。お願いします、はい、そしてもう一個いいですか、はい、私主演させていただきました、うん、食べられる男という、うん、映画、先週も言いましたけれども、それが CO2、女性作品なんですけれども、それが大阪アジアン映画祭で上映されることになりまして、3月7日月曜日の16時からと3月の9日水曜日の21時から、重曹にあります第7芸術劇場大阪の重曹ですね、そこで、上映されますんで、うん、ぜひぜひ100分ぐらいの、100分ちょうど100分かな、うん、の映画になってますんで、ぜひよければ見に来てください。はい、よろしくお願いします。それで宛先です。この番組では皆さんの質問、ラジオドラマの感想などお便りをお待ちしております。宛先は46way@yoroppa-kikaku.com、 数字の46に英語で道の way、 europe-kikaku.com でお願いします。今聞き取れなかったという方ね、ヨーロッパ企画のホームページにもバナーがございます、ブロードウェイラジオのね、そちらクリックしていただいたら先ほどのアドレスありますんで、ワンクリックでメールできますんで、どうぞよろしくお願いします。ということでマンスリーゲスト本田力くん、どうもありがとうございました。また呼んでください、はいはい、というわけでまた来週のブロードウェイラジオもどうぞよろしくお願いします。さようなら。